おはようございます。今日は、顔を洗うときに声かけをするといいということについてお話します。顔を洗うときっていうのは、まあ、いろいろ無意識にやってるとは思うんですけども、そのときに、若返り、肌が美しくなっていく秘訣っていうのがあって、それが顔を洗うときに細胞、自分の顔の細胞に声かけをするっていうことです。そんなバカなと思うかもしれないんですけど、これがいろんな方からね報告を受けてるんですけど、非常に効果があります。細胞さんね、顔の細胞さんに細胞が若返るようなイメージをするんですね。あるいは細胞さんがどんどんね若返っていくよとか、若返っていってねっていうような声かけをして、顔をバシャバシャ洗ってもらう。すると、本当にねお肌が、1週間2週間して見てみると、だんだんとね、顔の、輝きがね増しているのが分かると思います。でこれ本当にね信じられないと思うんですけれども、細胞さん、自分の顔の細胞さんへの声かけをするだけで、実は細胞というのは、答えてくれる。それに対して、ぜひねこれやってみてください。以上です。ありがとうございます。